がね、あのこの曲好きやけん、あのギター弾かしてって話しようと思って、そうそうこうラブってちょっと学校っぽいんですよ。あのなんかこうライブハウスっぽいっていうかね、なんかこう先輩後輩が割とこう親密なんですよね。昔はそういう箱がいっぱいあったっちゅうけど、最近はこう箱貸しみたいなのがあってね、でそれに対してこうラブがなんか学校っぽいのが今は心地いいなと思って、俺もほら結構先輩年で一等金がね、こう後輩が立ててくれるもんね、こんなありがとう先輩でこうお願いしたね。そうだから初めてですよ。そう、自分の曲をね一緒にやりたいとか言ってくれた人が初めてだったんで、聞きよったけんがさ、でそれでなんかこうギター、あなんかこんな風にすればいいんじゃないかなと思ってオファーしたら、あのオファーってかお願いしたら音源送られてきたのが、なんか全然それと違うやつが送られてきてね、あれと思ったけど、まあ、一回合わせたっちゃ ね。そうです。そしたらなんとなくあれしたっけな、あれしたっけな、あのめっぱいやりますね、はい、代表曲では、代表曲っていうかになると思います、代表曲です、代表曲そうです、ではひまわりが咲いた人いるかも、いやー、代表しないのに優しくて
ありがとうございます。